いらっしゃいませー。ゆっくり耳かき店へようこそだぜ。本日はご来店ありがとうございます。アリス、マーガトロイドです。霧雨マリサだぜ。マリサ、今日もお客様の耳をきれいにしましょうね。そうだな。お客様、今日はどうされますか？耳がかゆいのか？最近、乾燥してますからね。ちょっと見せてもらうぜ。これは。耳の周りがパサパサになってますね。だからかゆかったんだな。でも、耳の中は綺麗ですよ。アリス、耳の周りだけでいいかもしれないな。そうね、今日は次回だけ丁寧に書いていきましょうか。じゃあお客様、私たちの膝に仰向けに寝るんだぜ。それでは始めていきますね。お客様、痛くないですか？うん、よかったぜ。そうですね、もう3月になりましたね。待ちに待った春だぜ。本当に、寒い冬が終わってほっとしますね。それに、花見ができるんだぜ。なあアリス、今年の花見も白霊神社でしようぜ。マリサったら、相変わらず宴会のことしか頭にないのね。アリスは分かってないなぁ。どうして？だって、毎日頑張ってるんだから宴会くらいしないと。ふふ、確かにね。そして、日本の四季を楽しまなきゃね。それに、桜の花も一生懸命咲いてるんだからちゃんと見てあげないといけないぜ。マリサったら、たまにはいいこと言うのね。まったく、アリスは一言多いな。私はいつも良いこと言ってるのぜ。はいはい、わかりました。お客様も、お花見にいらっしゃいませんか？はい、人数が多い方が楽しいですからね。それでは、私たちは耳かきに集中しますので。リラックスするんだぜ。
Thank you.
も綺麗になりました。それではお客様、おやすみなさいだぜ。